回復しないよな、ホイミ。大丈夫か？はい、HP がゼロになってる。ハッスルダンス使うなよ。あ、オッケーオッケー、ナイスナイス。これよ。これがチートの戦い方。ただ、これホイミンもさ、物理攻撃全然しないよね。稲妻とかしか使わないから、20って、結構地味な戦い方だな。ホイミン、武器は、炎の剣装備してるよな。炎の剣装備してるけど、元の攻撃力が低すぎるから、どうにもならんって感じか。いや、しかも物理攻撃、ムーンサルトぐらいしかないよな。稲妻かムーンサルトでダメージ。あ、で、毒に、毒、ダメージ食らわなくねえか。毒だとどうなんのこれ。毒だけど、HP0 だから、そもそも0だから、死なないのか。もう完全に不死身のホイミンが出来上がりましたよっていう、そういう感じ。ただこれ毒食らってるからさ、歩いたら死ぬよな。毒化粧を一歩も歩かずに毒化粧を使ってとりあえず毒状態を回復しないと死ぬ。まあ死んだら死んだで、まあ、教会で復活させればいいのかもしんないけど、毒化粧そもそも在庫あったか。もうキアリー使えるようになっちゃったから、いらないみたいになっちゃったかな。どうだったっけ。はい、ハンディマッチもクリアしたぜ。景品は全く同じなんだな。はい、で、チューされてるけど、これで歩い、あれ？すでに HP0 だ。え、これ、ゼロだから死なないのか。毒食らってるけど、もうそんなの関係ない。あ、間違えた。いや、でも多分だけど、てかすでに HP0 だけどどうなんのこれ。うん、またホイミンが残像が出ましたよと。多分難なく勝てるよな。いや、死にはしないんだけど、その勝つのにも時間が、まあまあ時間かかりそうだよな。うん、この状態で死ぬことがまずできないから、とりあえず D ランクまで、まあお金も足りないから途中でゴールド銀行でお金を下ろす必要がある。今多分メガンデかなんか使ったんだろうけど、全くもってダメージを食らうことなく、はい、楽勝に突破しましたよと。あー、やっちゃった。終わった。終わっちまった。こいつアストロン唱えて行動ができないからやむを得ず回復したみたいな感じか。あー、ハッスルしやがった。クソが、残念無念。次回に期待してますよ。うわー、チート使えてたのにな。多分同じようにまたハッスルダンス、まあ、ヘルビーストかアストロン使わなければ大丈夫なんだと思うんだけど、いや、まあいっか。もういずれホイミンをめちゃくちゃ強くしてさ、もう全部の職業、もうドラゴンとかハグレメタルも極めさせた後にここに来てよ。もうレベルも99とかにして最強状態にして挑めば普通に H ランクも問題なくクリアできると思うから、そうするか。で、今ちょっとカットした隙に、うんと調べて、エンデのシリーズは盾が一番おすすめらしい。他のやつはある程度代用が効くみたいに書いてあった。はい、で、またこれめんどくさいことになってんだよな。はい、これで天魔の手綱とかを再び出して、天達どこ行った。はい、で、おじさんに出して、
多分円での装備品作るのが町の人たちに希望が戻るフラグだと思うから、とりあえずやっていくしかないよな。これで違ってたらまあ絶望だよ。俺が絶望してしまう。多分盾を作る、盾っていうか何かしらの装備品を作るを選べばエンデがやる気出してエンデのラブを回収して一気に街の人たちも元気になるみたいな、そういうことだと思うんだよな。つうことでまたまた現れたぜ。盾を作ってくれ。そうか、盾がいいか。それでええんじゃな。よし、わしが飛び切りのやつを作ってやろう。一応あれなんだな、本当に盾でいいかの選択出てくれるんだね。まあ一回こっきりだからな。少しばかり時間かかるが、できるまでの間そこで寝とってええぞ。じゃあ取り掛かるとしようかな。はい、これでこんなだとアップップすることによって、おこんな感じだったんだ。これ他の鎧とか兜の場合もそれ専用のエフェクト、グラフィックがあったんだろうな。目を覚ました。ベッドの横には眩しいほどに見事な盾が置かれている。エンデの盾を手に入れた。チャモロの最強装備らしいわ。まあチャモロ捕まんけど。はい、やったぜ。え、あれ HP、 あれまだ絶望してんのみんな。あれでも朝日が今、あ、元気になりました。やったやった。あら、目が覚めたのに、あなた方のおかげでみんなが希望を取り戻したわ。本当にありがとう。それからエンデじいさんがあの盾をおじさんにだって、おじさんたちも元気になってくれてよかった。私も頑張らなくちゃ。なんだか体が軽くなったようじゃよ。ありがたいことじゃ。で、お墓がこいつ今避けてるからここ調べ。きたー、チーメだってことで、はいはい、もうお宝ないと。このまま死んでしまおうなんてバカなことを考えていたもんです。こんなことじゃ亡くなった僕の恋人に顔向けできない。やこいつリア充だったのか。 こんななりしてて、なりしててっていうか、そんな他のモブとそんなに変わんない見た目してるけどな。もう元気になってる。あいつ、あなた方のおかげで町のみんなが気力を取り戻したようです。いつか元の世界に戻れるかもしれないという希望がみんなを元気つけてくれました。いや、元の世界戻れるでしょ。温泉の場所を真ん中のところに行きゃいいんだよ。もう誰にもこの町を絶望の町だなんて呼ばせませんわとか言ってるけど、ルーダで行けるんだよな、絶望の町っていう風になって。ネーミングもうちょっとどうにかできなかったのか。俺は一体何をしていたのだろうか。西の温泉に行って気分が良くなったところまでは覚えているんだが。はい、で、神父、セーブ屋、普通にセーブ屋の仕事しかしない。他のセリフは特に言わない。あら、私変ね、どうしてこんなところにいるのかしら。大魔王にさらわれる夢を見て、それからどうしたこいつ感じちゃったのかな。何も思い出せないわ。体に力が湧いてきた。おかげでまた商売がやりたくなりましたよ。武器のお店、はい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 、いいのが売られてんな。この太陽の奥義装備させてやればホイミンもそれなりに活躍できんじゃないか。まあでも太陽の奥義装備させるぐらいならカルメロビュートを装備させた方がいいと思うんだけど、まあ、それがグリンガムの鞭。まあ、グリンガムの鞭はバーバラしか装備できないのかな。聞いたぜ、あんたら自由にこの世界と元の世界を行き来できるんだってな。うん、そうだぜ、アモッちゃん。すっかり体がなまっちまった。今の俺にはまだ無理かもしれないが、なに、鍛えなせばまだまだやれるさ。ここによく来ていた蝶々までやってたことがあるって言ってたおっさん。温泉に死体の抜け道があるって聞いてすっ飛んで行ったけど大丈夫かな。あれ、じゃあ何、サンマリーノに戻ればあいついるのか。おお、お前さんたちか、どうじゃわしの鍛えたっては。うん、いいぜ。まだ誰も装備してないけど気に入ったじゃろ。わっはは、それを使って必ず大魔王を倒すよ。ほれほれ、ビシッと旋回ビシッと。ははい、こいつはもともとやる気がなかったやつだろ。こいつはもともとグータラだったよ。じゃの、防具の店、うん、そこそこいい装備品が売られてる。知力の兜は市販されてる兜の中で2番目の強さのはず。グレートヘルムだっけ。グレートヘルムの次が知力の兜。欲望の街だったかな、そこまで行ったらもう1ランク上のやつが買えますよっていう感じだよね。おりゃ、おお、どうした。おっと、失礼、力が湧いてきたものでつい嬉しくてな。はっはっは。ここは絶望の街でも、もうそんな名前は似合わないってみんなで新しい名前を考えました。希望の街、ようこそ希望の街へとか言ってるけど、結局ルーラは絶
望の街っていう風になっちゃってるんだよね。悲しいよね。せっかくエンデ老人がやる気みたい、やる気になったみたいなのに、私の頼みは聞いてくれませんでしたよ。やっぱり金儲けに使おうとしたのがいけなかったみたいですね、と方法。こうなったらやはり欲望の街で賢者マサールが残したという宝でも探すしかありませんね。欲望の街ですか。こっから北に行って岩山に沿って東に歩いたところですよ。一応場所を教えてくれるいいやつ。はい、で宿屋は、いやまさか西の温泉の中に元の世界に戻る抜け道があったとは。私もそこから抜け出そうと思います。いや、あなたのおかげですよ。では、はあはあはあ、40ゴールド、まあ安いけど、お金払ってまで泊まりたくはないよね。その昔この世界に引き込まれた賢者マサールは決して自分を見失わず魔物と戦ったという。そのマサールの残したものが欲望の街の洞窟深くにあるというのだが、はあ、何のこと言ってんだ。何のことかはちょっとよくわかんないと。んで、この町の、あ、クソガキ。私たち、きっといつか元の世界に戻れるんですよね。さあ、子供たちに美味しいご飯を食べさせて元気をつけなくちゃ。いや、早く元の世界に戻ってやってもいいと思うんだけど。邪魔しないでよ、訓練中なんだから。僕たち大魔王デスタムアをやっつけるために体を鍛えてるんだ。それは俺たちが、おじさん一行がするから別に気にしなくていいぜ。なんだか体が軽くなったようじゃよ。ありがたいことじゃ。こいつは、もうこれで全員話しかけたかな。はい、で、これであと3回か ?3 回いる切り裂きジャックみたいなやつを倒せば、この街でやるイベントは全部終わったみたいな感じになるよね。おいっす。グルルル、貴様らか、クックック、下界への抜け道を見つけるとは、なかなかやるではないか。しかし、所詮は無駄なことよ。クックック、せいぜい頑張るがよい。その方が大魔王様もお楽しみになれるというものだ。グワッハッハッハ。あ、消えちゃうのか。戦闘にはなんないんだ。絶望してた状態でこいつに話しかけると、選択肢出てきたかもしれないけど、まあ戦闘になるかなんないかの選択肢があって、まあ戦闘になったら多分フルボッコで殺されますみたいな、バッドエンドみたいな感じだったんだよな。まあ話しかけてないから、もうわかりませんと。そんな感じで。で、みんな元気になったことだし、これでようやくあれだな、命の木の実とか使えるよね。いやー、守りの種を損失してしまったのは、いたたまれぬな。はい、で、これで、おじさんに、おじさん、猪木、3しか上がんない、ゴミだ。あー、魔法使いだからしゃあないか。で、エンデの盾を、誰に装備させようかね。ハッサンが割と貧弱か。ハッサン、力の盾よりも、エンデの盾の方強い。っていうか、力の盾意外と弱い。あ、ドラシーより強い。テリーに装備させるか、どうしよう。アモッちゃんでもいいか。アモッちゃんが炎の盾か。ちょっとアモッちゃんなんでこんなに いろんなもん持ってんのか。水門の鍵とか持ってんの。なんでアモッちゃんがこんな変なものばっか持ってんのかよくわかんない。で、こいつが鉄の胸当ていっぱい持ってんのは、馬王だっけ。魔術師の塔にいる馬王を倒してたら、馬王がどういうわけか鉄の胸跡を落としてくれましたっていう、まあそんな感じで、アモッちゃんに一回力の盾装備させて、これもうあれだよな、欲望の街でもう全員の最強装備揃えてあげてもいいよね。で、ここはもうこっち側に歩いてったら強い敵が出てくる。ヘルハーブ、あ、待って、ヘルハーブ温泉、ヘルハーブ温泉も一応行くか。会話が変わってるかもしれん。そうだ、で、思い出した。あいつ、大臣ゲバーみたいなやつ、サンマリーノの町長に会いに行くの忘れてた。あわわわわ、私もあの抜け穴から元の世界へ帰りたくて絶望の街から出てきたのですが、どうやら我々が温泉に入るとまた体中の力が抜けてしまうようです。あなた方はよほど強い意志をお持ちなんですね。ああ、そういうあれなんだ。ああ、いい気持ちだ。まるで空に浮いてるみたいな。こいつらのセリフは特に変わらんと。ああ、もっちゃんどうした。気持ちいい。温泉本当にいいな。あなた方のおかげでせっかくみんなが意志を取り戻したのに、抜け穴から脱出しようと温泉に入ったらまた気力がなくなっちゃったの。この人たちに意志を取り戻させるにはもう大魔王を倒すしかなさそうね。じゃあ縁でもダメだな。俺も早く温泉に入るところだったぜ。それにこの酒もやばいようだ。
あんたらただ者じゃないな。わしはこの酒のせいでばあさんの幻を見させられておったようじゃ。本物のばあさんはわしの心の中におるわい。ふん。私のせいじゃありませんよ。自分でも知らないうちにこの酒を皆さんに飲ませていたんです。なんか都合よく自己弁護してるよな。おいっす、じじい。どうやらその様子じゃと絶望の街の人々を救ってあげたようじゃの。しかしこの狭間の世界には絶望の街を含めて全部で3つの街があるそうじゃ。気をつけていきなはれよと。ちょっとだけあれだよな、みんなのセリフ変わってるよね。おお、大臣ゲバ。わしはの町長まで勤めた男じゃ。そっか、こいつも結局下の世界に戻れてないんだな。けどそんなことはもうこりゃいい気持ちだ。はあ、たまらんぞ。ざまあ。じゃあサンマリーノ行っても今は特にイベント何もないか。一応そのジョセフとサンディに、あ、くそ、なんか人増えてないか。あー、ええわ、こりゃええわ。ジョセフとサンディにさ、そのこいつの元町長の今ヘルハーブ温泉でグダグダしてるよっていうことを教えてあげた方がいいのかなと思ったんだけど、どうなんだろうな。で、荒くでも早く来い。来た来た来た。ここ感覚狭すぎるよね。あー、あったけ、あー気持ちいい。まあ一応戻るか。ただこれ戻るのなかなか難しいからな。もう この時点でこう。あー、ダメか。いけるかな、どうだろう。おじさんがせき止めたせいで荒くれ者と商人が今ホモみたいなプレイしてた。あー、失敗した、最悪だ。いや一応ね、下界に戻るには、まあ、こっから行くか、あるいは大賢者マサールのイベントをやればそっから自由に行き来できるんよね。あー、くそ、これだ、いけるかな。上に一回行って、いや、行けるときといけないときのこの落差な。何なんだろうな。あ、一応つけ。あぶねえ。下手をこくとこだった。まあ一応下界降りて、ここまで来たんだったら、まあ降りなきゃ損だよな。ちょっとめんどくさいのが、あれだよ。転職？転職しにダーマ戻るのが、少し、めんどくさいよねっていう感じになってんだよな。で、一旦サンマリー行って、どうなんだろうな、セリフ変わったりすんのかな。親父発見したぜ。あー、いえ。まあ、適当に嘘こいて、もう何が起こっても僕はうんぬん。セリフ変わんないな。いや、教えてあげたいんだけどな。今ヘルハーブ温泉でいろいろ試行錯誤してるよっていう話をしたかったんだけど、どうにもなりませんでしたよと。で、またそっか、戻るには普通にあれか、天達使って上に飛べばいいだけか。はい、で、またいざ上の世界に。ちなみにヘルハーブ温泉のところをさらに西側に進んだとしても何もない。まあ、あるのはもう右側の方に行って欲望の街と、あと嘆きの牢獄とかそういうのがあるだけで、まあ、狭間の世界は、まあ、ドラクエ5でいうジャンハナだっけ、ジャンハナがあるあの異世界みたいなとこあったと思うんだけど、まあ、それに通ずるもんがあるよね。盗賊の話じゃなくて今忍び足を使いたかったんだ。敵も強いからできる限りエンカウントはしたくないんだよね。って言ってたら、その弱いままだからある程度熟練度上げるためにも、うわー嫌なやつ出てきた、戦った方がいいっちゃいいんだけどさ、回し切りの方が強いかな。あー、岩落としの方いいか。岩落とし、岩落とし、灼熱。物質系だからな、ちょっと聞きにくいかもしんない。ああ、ギガスラいいね。キラーマシン2に対してもさ、こんだけギガスラで大ダメージ与えてくれんのマジでいいわ。
神の踊り手、あーマジか、すげえタイミング悪いな。いやーアモッちゃん、タイミング悪い、タイミングが悪すぎる男アモッちゃん。いやもうこのまま、あーまあいいか、もう ここまで来ちゃったんだったら普通に戻るわ。一回欲望の街までのルートを確保してから、まあ、ヘルハーブ温泉来て戻るのもありかなとは思ったんだけどさ、マジここ本当にクソ難しいからな。ちょっと一回上にこの位置から行った方が多分いいとは思うんだけど、オッケーオッケー、行けましたと。毎回ヒヤヒヤした気持ちになるぜ。これちなみにだけどさ、アモッちゃん以外にも今もう転職にリーチかかってるやつ何人かいるか。おじさんも今もう星6か7だよな。テリーもそんぐらいだったと思うよ。だから欲望の街に着くまでにまた誰か上がってしまう可能性が大いにあり得る。いや言うてでもね、アモッちゃんとホイミンがまだ戦力になんないんだよな。まあ、2人とも賢者スーパースターを極めた後だったらある程度戦士とかにしてさ、武闘家とかにしてバトルマスターとかにしてさ、いろいろやりようがあるんだけど。はい、でスーパースター、いやもうこのままはぐれメタルとランプの魔王を仲間にしないのであれば、もう一気に全員勇者になるまで裏で熟練度上げまくるっつうのもまあ一つの手だよね。まあ、すげえ時間かかると思うけど。いやおじさん今日実況撮って、いやでも今大丈夫か、今日金曜日で仕事休みだったから実況撮ってんだけど、で土曜日仕事、日曜日も仕事、でも日曜日仕事終わんの早いから日曜日にも実況撮ろうと思えば撮れんのか。どうすっかねその辺のスケジュール。実況撮らずにもう裏でがっつりアホみたいにレベル上げするっていうのもまあありっちゃありか。まあ俺の気分次第だよな。ただ今のままの熟練度じゃデスタムーには絶対勝てない。できることならパーティーのメンバー全員勇者、熟練度が4以上の勇者で挑みたいなぐらいに考えてたから。であとデスタムーア倒すんだったらレベルが50ぐらいは欲しいわな。それぐらいないと、いやそもそも多分今適正レベルよりも低いレベルでここに来てるからな。はいはいはい、あれが欲望の街。あーもう嫌なメンバーだ。自己スパで岩落としってさ、かわされなかった。こいつマジ回し切り覚えてねえんだよな。ハッサンもな、俺普段実況しなかったらパラディンにしてんだけどさ、だから真空波を使えてるはずなんだけど今使えてないのちょっと痛いよね。はい、自己スパ、これどんぐらい効く。まあ悪くはないダメージ。でガの HP が意外と低いから楽勝でしたと。でオッケーオッケー、まだ誰もマックスにはなっていない。でトラマナを使えるやつがいたっけ、覚えてねえや。で、はい、もう一回忍んでいきましょうと。そもそもフィールドマップ上でトラマナって使って効果があるのっていう話なんだけど。はい、欲望の街かな。でこれでもうルーラーで移動し放題。えここは欲望の街だよ。え、もっとも本当は別の名前があったらしいけどね。今じゃ誰もがそういうものさ。あんたも気をつけないと街の住人の欲の餌食にされちまうよ。お金をさ奪われるみたいなイベントあるんだよな。ちょっとあんた、ここはオイラの場所だぜ。入場料払ってくれよな。やだ、だったらさっさと出てくってくんな。あの寝てるやつで話しかけたいんだけどどうにもなんねえな。うちの店は可愛い女の子が揃ってますよ。釣られたくまあしようか。
それではお客様お一人ご案内。ホモーな感じなんだよな。あらいらっしゃい。オカマバー。うふふふ、こちらいい男ね。あたしの好みだわ。あら何よみちるちゃん、さっきの人にも同じこと言ってたじゃない。気が多いわね。あらいいじゃない、私の勝手でしょ。さあいらっしゃいませ。さあとりあえずお酒をどうぞ。お客様のために最上級のボトルを用意させてもらいましたよ。このお金多分ありがね空になるな。こちら本当に私の好みでは結婚したくなっちゃう。でもごめんなさいね、私には恋人がいるのよ。世界中を試してここまで来たの。若いのに苦労してるんだね。だったらたまには私みたいな美女と話して気分を紛らわせなきゃね。この樽の中、ああよかった、お金取り戻した。はい、バーテン、どうですお客さん、うちのお酒は最高でしょ。いやクソだと思うんだけど、正面からまあどの角度から話しかけても、どうにもならないと。おっとお客さんお帰りですね。200コールドにサービス料をつけて、いや高い高い高い無理。冗談はやめてくださいよ。いや無理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 。これ有金がさ1200ゴールドよりも下回ってたらどうなってたんだろうな。へいへい毎度どうも。はいお客様お一人お帰り。また来てちょうだいね。待ってるわ。クソだった。っていうか今さこいつじゃなかったよね。こいつか。金さえあればグココ。あ、何反対側から入れば別に大丈夫だったの。いやもういいや、 あげるよ。はい毎度どうも。それしか言わねえのかよ、クソ野郎じゃねえかよ。やんなきゃよかった。ただ防具とかはちゃんと一級品25,000円。なんだったらセバスの兜よりも強いヘルメットが置いてある。で三鏡の盾とかもねいいよね。でミラーアーマー、これ魔法ターンの効果があるからあんまりいい装備品ではないんだけど、あとギガントアーマー、これはドランゴ最強装備か。もうお金をたんまり貯めてこの辺で強い防具に変えるのもありだよね。お客さんすごくよく聞く薬草あるよ。いやいい高い薬草に80ゴールドはやってられん。ふんどこで商売してわしの勝手商売。おいじい、一体誰に断ってここで商売してんだ。みかしめ料払え、このボケカス。商売したけりゃ俺商売をよこしなと。まあヤクザがはびこってるんだな。私綺麗なお屋敷になんて住めなくてもいいんです。ただ夫がいてくれれば。それなのに私の夫はお金お金ってどうすれば分かってくれるのかしら。私は今のままで十分幸せなのに。お美しそう、いいね。でかっこよさに磨きをかけますと。なんかおじさんあれだな、また今一人になってたせいか天魔の手綱がなくなってる。世の中生きていくにはまず金だべな。金さえありゃオラにも北のお屋敷みたいな家が建てられるのによ。成金が住んでんだよな、間違えた。あと2個。あ怪しいな。はいはい、レミラーマー、まず1個はここ。いいの大きい、来たぜ。3しか上がんない、悲しい。で、見るがええ、この墓の数を。みんな偉い賢者が残したとかいう宝探しで命を落とした大バカ者の墓じゃ。なんかその論争に巻き込まれるんだよな、おじさん一行もな。こっちは。あ、なんかじじいがいる。これ炭鉱かな、確か。ダンジョンになってるはずだよね。あ、違う、レミラーを使いたかったんだ。はいはいはい、ここね。チーメダ来た。ここじゃなくてここの位置でも見つけられるんだね。おや洞窟に行かれるんですね。だったら必要なものを買っていった方がいいですよ。よろずや、めっちゃ高い金って言ってそう。いやでも高くないか、こんなもんか。薬草が8円で売ってるってことは、つまり適正価格で商売してるっていう、そういう判断でいいのか。わしは死にたいわい。大賢者マサハラ様がいた頃はこの町ももうちょっとマシだったよ。じゃがマサハラ様が大魔王デスタムアの怒りに触れ連れて行かれてからはこの町はひどくなる一方じゃ。悲しいね、諸行無常。
僕の父は金庫を掘り当てて大金持ちになったんですよ。おかげでこのお屋敷に住んでます。なんたってあなた世の中金ですよ。はっはっ。うん、わかる。武器、武器も魔獣の牙とか置いてあるからな。モコモンのなかなかいい装備、ビッグボーガン。あれだよな、嫌だよね。テリーハッサン装備できるのがよくわかんない。ミラ殺しの剣、危なそうな匂いがする。で、さあいらっしゃい。この街にも、あ、そうだ、カジノあるんだ。本日開店大サービス、ポーカーも叩いて叩けます。この街の洞窟で金が取れるという、金を取れるという噂を聞いて来たのだが、なんかゴールデンカムイみたいな話だな。どうやらとっくの昔に掘り尽くされちまったようだな。おいっせ。ふう、ご主人のモルガン様が厳しくってとてもやってられねえだよ。おまけにがめつくて今まで随分多くの人が泣かされてるんだ。悲しいね。あ、こっち側からは特に行けませんと。ここさ、西武屋さんとかってあんの？そろそろいい時間なんだが。あ、あれドラゴンローブだっけ。ローブは昔この町に住んでいた賢治が身につけていたものだそうです。あー、欲しい。でも手に入れられなかったっけ。いくらお金があってもこんな狭い町の中だけの生活なんて退屈ですわ。でも外に出たら魔物が襲ってくるし、大魔王様に目をつけられ牢獄の町に、あー、そうだ、牢獄の町ってあったな。入れられたりしたら死んじゃいますもんね。かなりの魔法力が込められていそうなローブが飾ってある。で、ここは何も、本棚には何もなしと。んで、こっちの家、これが、なんだっけ、 お屋敷ってやつ。この町一番の お金持ちモルガン様のお屋敷で、何もなす。メガンテの腕は物騒なもん置いてあんな。はい、で、盗賊の花はどこに、何もないと。わしがこの屋敷の主モルガンだが、何か、いや特に用はないんだけど、どうせ宝探しの話だろ。であればまず自分の足で探すことだな。話はその後で聞こう。さあ出て行ってくれ。いいえ、ならば出て行ってくれ。ここには恵んでやるようなものは何もないぞ。嘘嘘、ここにあるでしょ。うわー、マジで恵んでやるもんじゃなかった、罠だった。俺みたいな輩がいることを想定して置いてるんだろうな。見事なまでに釣られたクマだ。ちょっともう自分が恥ずかしくなるよね。こんな古典的なやつに引っかかるなんてな。こっちもミミックなんかな。ダブルミミック、あ、ダブルミミックじゃねえかよ、クソが。まあでも今ギガスラッシュって一撃で殺せるから、そんなに慌てるような敵キャラじゃないよね。一撃で死んでねえし、割とムラがあるからな、ギガスラッシュな。で、何もない、ガチで何もねえ、クソだ。なんだこの家、もう宝もない。で、諦めて、宿屋にセーブできるやつあったはずなんよな。カジノも、地下にカジノなかったっけ。800、うわ、ぼったくり。モルガンは牢獄の町の兵士に密かに賄賂を送ってるらしくて、その代わりに何か金儲けの情報をもらってるという噂ですよ。ちモルガンのやつ、アコギな商売しやがって、自分が賢者の宝を取ってこられないからって俺たち貧乏人を使って、おっと、今の話は聞かなかったことやんね。こいつは、はいはい、ゴールド銀行ね。8万6000ゴールドも預けてるからな。次のパートで武器の一つや二つ新調できそうな気はする。はい、ということで、ここで盗賊の腹、何もない。このシスターが西武屋さんを兼ねてたような気が、記憶があるんだけど、何もないな。まあ、とりあえずセーブするか。何か邪悪な匂いに満ちています。まるで何かに取り憑かれてるような。で、どうしようもできないと。まあ、とりあえず普通に西武屋さんとしての機能を果たしてくれれば問題なしだぜ。はい、ということで、ついに欲望の街、狭間の世界に来てしまったね。で、裏でがっつり上げとくわ。ってことで、今回はこの辺で終えようか。次回に続く。